閉店したウォルグリーンが悪いって言ってるんですよ、この悪いの。実は1000万ドル払ってくれ、あの金物屋さんかなとか、僕100人が攻撃したんですよ。で、何また略奪、金物屋で何を略奪するんだろう。人が住めなくなる、でもね、北海向かってますよ。こんにちは、カズです。こんにちは、マックスです。越境 3.0。 はい、マックスさん、こんにちは。どうも。はい、皆さんご存知の元アメリカ海軍情報局、そして軍事評論家のマックス・モンシュラーさんです。はい、軍事歴史がマックスわかる YouTube チャンネルやっております。マックスさん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、これまでアメリカ の、 その不法移民の問題とか、まあ、略奪強盗の問題とかね、結構増えてます、まあね、問題増えてるよ、まあ、かなり激しいことがもうどんどんこのもうエスカレートしてるんですけど、そう、あの結構ね、あのその犯罪で結構いるミスも撤退してるんですよ。ね、で、これがこういうビデオがありますよ。はい、これアヤナ・プレスリーさん、ボストンの議員ですね。黒人議員ですね。黒人議員、この人インパクトありますね。黒人でスキンヘッドですもんね。彼女言ってることはウォーグリーンはアメリカのチェーン店、あのドラッグストアね。ドラッグストア、あのいろんな日用雑貨とか薬とか売ってる松本清志みたいな。そう、ね、これ右側の映像がウォーグリーンの、それ彼女は何言ってるのは、ウォーグリーンは悪い、そのコミュニティ、そういうの近所ね、みんな薬行ってもさ、おむつとかなんかね、そういう赤ちゃんに食用のものとかなんか持ってくからさ、でそれみんな困ってますよ。ウォーグリーンが略奪されてますよ、いつも。いつもこんな感じ、いつもその感じです。いつもどんどん物が盗まれて、で結局店撤退して閉店してるわけでしょ。閉店する、で閉店したウォルグリーンが悪いって言ってるんですよ、この綾菜。実はそのボストンでこういう裁判があるんですよ。1000万ドル払ってくれ、あの迷惑かけてるから、ウォルグリーンに1000万円払えと、そう1000万ドルか、ドル1000万ドルってことは10億円、10、まあ、14億円とかですね。すごいな、ね、すごいよそれ、で、あのシカゴ、まだもう一つの事件がありました、シカゴでそのホームディポっていうところね、ホームディポ知ってる、日本にもありますよ。あれ金物屋さんかなとか僕も行ったことないけれど、で100人が攻撃したんですよ。100人、すごく警察、みんなさん、どこかでも町中の秘密の警官、みんなそっち行きなさい。ホームディポもやれてる警備員が、まあ、警備員普通5、6人ぐらいしかないんですよ、ああいう店ね。で、何また略奪、略奪、金物屋で何を略奪するんだろうね。いや、で、犬物を略奪するとまた売るんですよ。転売ね、で、あの、私も37年前にニューヨークに住んだ時に、道端で毛布広がって、いろんなものがあるんですよ、売ってるんですよ、結構くだらないよ。靴一つ、右の足の靴だけ、$1とか、なんかフライパン、$1。何それ、もう盗んできたものをその辺の道端でみんな売ってるんだ。そう、昔もそれあったけど、今だんだん組織的になってますよ。で、オークブロック市はね、シカゴの西側の郊外、もう47年最近逮捕、移民で。略奪で？略奪。そんなに増えてんだ。だから私も前の予言で、あんだん犯罪でアメリカの大都市の方が人が住めなくなる、でそう、ね、もう移民が入ってると急になってます、本当に急になってますからね。でどんどん小売店も店じまいしてんでしょ、だって営業できないもんね。できない、店も撤退する。でこれもね、サンフランシスコの一人の金物屋さん、家族でやってるんですよ、この金物屋さん。この人は金物屋さんの店主？店主、1896年の誇りある、ちっちゃいな一店舗ね。小さなホームデポみたいじゃなくて、小さな個人経営の店。個人経営。で、これはね、入り口にテーブルを置いてる。で、みんなそのテーブルに並んで、店の入り口で。それ、店長が、とか店員が、一緒にエスコート。それ、万引き止めるために。これ何、お客さんが入れないようにテーブルを置いてるんだ。そう、だから客様一人ずつしか入れてくれない。はあ、でそんなことやったら商売になんないでしょう。ねえ、で店員さんが一人一人こうやってエスコートしないとお店が営業できないってことでしょ。できない。そんなんじゃ商売になんないでしょう。ねえ、でもね、リアグラスありすぎていて、そういうな解決ですよ。だから本当にアメリカの大都市北海向かってますよ。でこれも まだ私別のビデオで話するから、
ニューヨークシティのトランプの問題で、もうだん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 人撤退してますよ。だんだん撤退してますよ。だから結局なんか何も物が手に入らない状態になってきてますよね。なってます。でこの間あのトラックのデモあったじゃないですか、トラックドライバーの 70% がトランプ支持でしょ。まああのいやもっともっとか、まあ、まあそれは別のビリで話しますけれど、細かくあので本当にこれがニューヨークシティで大きくなってますよ。やっぱりアメリカの最奥の大都市の方が生活できないんです、ね、生活できない。いやこれ大変だ。なんかね YouTube とか見ててもなんか日本人の、アメリカの都市部に在住してる日本人が、もうアメリカ住めないですっていう、そういう動画が結構出てきてますもんね。やっぱり日本に帰りますっつって、やっぱりそう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 ね、うん、だからこの犯罪で、本当にこれ一番今すぐのアメリカの問題で、もう生活ならないとかなんかね、私前も言ってたやっぱりフロリダの方は犯罪厳しいから、そのフロリダにそのいないんですよ、で本当に2つのアメリカだんだん現れてます、左のアメリカと右のアメリカ。そうね、なんかもう2つの国がなんか同居してるようなもんだもんね。本当にあのアメリカそうなってますよ。そうなってますよ。共和党と民主党でだって全然なんか全く考え方違うけど、でもその人たち話し合いにならないもんね、まあ、一応私もね一応まだアメリカの国籍ですから、でそれ投票するために登録してるけど、ニューヨーク州に登録してますけれど、テキサスに変わろうかなと半分考えてるよ。ね、ね、もちろんそういう住所はアメリカで一箇所しかできないけれど、でも実はこういう話言っていいかな。私は昔ねボーティングアシスタンスオフィサーやったことあるんですよ、選挙で。で見てたの50箇所で全部投票できるよ、簡単に。だから国の方でそういう連絡してない。私は全部の州に登録するんだったらそれ分かる方法はない。もちろん犯罪ですよ、これ大犯罪だけど。ということは今マックスさんニューヨークに登録してるんだけど、それは別に他の州に登録してもバレないってこと？バレない、バレない。そしたらじゃあ50票持つってことだよね。そうっす。へアメリカもそういういい加減なところありますよ。いい本当にもちろんこれ人は勝って、私やってません、やってませんけれど、大犯罪ですよ。すごいね。すごいよ、ね、この略奪とかが、ね、どんどん激しくなってきてるこのアメリカって、これ、いつまで続くの？問題はやっぱりね、いろんな政治家で今例えばそのアヤナ・プレスリーさんがさ、彼女急進的に左、人悪くない、国が悪いという哲学、シカゴの市長こういうふうに言ってるんですよ。奴隷制の損害賠償払えばみんな役立ちしない。それともあの市立の市営のスーパーマーケットで作りましょうとかなとか、でも落札しますよ、ね、まあ、なくならないですよね。数ヶ月前にトランプさんがカリフォルニアでスピーチしたの、で略奪する人が店出てる時にあの警察か軍隊が撃って殺す。ああ言ってましたね。でみんなとそのスピーチ参加してる人たちみんな握手握手、これカリフォルニア州だと。でもカリフォルニア州でも店やってる人困りますよ、困りますよ。いや私の妻もね日本でね、日本人だからあの家族はお酒屋さん持ってるんですよ、ね、でもこれは私たちが買って、でそして人に売るってそういう利益を取るでしょ、ね、それで誰も結んでいいって、もちろんお酒屋さん結構狙われてるんですよ、狙われてますよ、アメリカのお酒屋さん、ね、あ本当、ね、とにかく盗んで、それを盗んだものを売るって、ね、でこういう人が困ってるから盗んでしょうがないとかなんて考えは本当にダメですね。ダメですね。まあ、そういう考え方がね、もう民主党の中でも浸透しちゃってるから、もう本当このままいったら崩壊しますよこの国は。します、します。ということでマックスさんが出したこちらの新刊、アメリカ人が語る内戦で崩壊するアメリカ、これがですね、本当にアメリカの未来予測がここに書かれてるんですけど、アマゾンでベストセラーになってますんで、ぜひ皆さん買って読んでみてください。正直に本当にみんな想像より、私の想像よりでも早くなってます、ね、でこれをね、やっぱ日本の主要マスコミがほとんど流してないっていうのがなんか気持ち悪いね。そう、日本のマスコミ結構やっぱりアメリカにいい顔いい顔見せましょうって、でもこれで本当に人困りますよ、アメリカに投資するか、アメリカで旅行アメリカに引っ越しするかとかなんかね、私も言うんですよ、友達が英語勉強したいんだ、いや今アメリカ行けないよ、アストラリアとかニュージーランドに行ってくださいとかなんかね、ね、
まあ、だからあのアメリカがどうなってるかっていうのを、まあ、僕ら知る必要があるので、うん、ぜひ正しい情報をぜひ皆さんあの、うん、インターネットの方でね、あの情報収集してもらえればと思います。で、まあ、その中でも、まあ、この一冊の本をちょっと読んでみて、真実のアメリカを皆さん知っておいてください。ありがとう、はい、ということで、本日のゲストは、うん、マックス・フォン・シュラーさんでした。マックスさん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新してます。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。